これまで出会った一番の美人は誰ですか、うん、私はいます、ね、おどうなたですか私はテレビでお会いしたんですけど、うん、テレビの収録バラエティの収録でお会いしたんですけど、うん、一番綺麗だなと思ったのは石原さとみさんめっちゃめっちゃ可愛かったですねえー、あそうなんですねやばいですね顔がものすっごいちっちゃくて私一番 うん、惹かれましたね。あと、<ー>男性だと、芸能人で、この人一番かっこいいなぁと思った人は、時 o の長瀬智也さん。今は時を辞めてしまいましたけど、長<え>瀬智也さん、半端ないですね。心臓も高いですね。そう、そうなしますよね。あと、何がいいかって、すっごくフレンドリーなんですよ。 えー、あ、そうなんですね。スタッフさんとかにも、バラエティのスタッフさんとかにも、すごくフレンドリーで、なんかね。<ん>心がすごく優しい方、あんなに顔がイケメンなのに、<ん>心も優しくて。なんか、<laughs> イケメンだと、心が優しくないみたいな、変 <laughs> な偏見がありそうですけど。<laughs> 違う違う、なんだろう、なんか、なんだろう、わかります。まあまあ、言いたく、ねそ<う>はい。なんか、かっこいいし、心も綺麗だし、なか。 素敵あとね山 P <ー>さん山 P さん山下さん、うん、山下さんもイケメンですごく低姿勢でマジでいい人ですね。にねなんかご挨拶とかすごく丁寧で山下さん山 P さん<ー>かっこいいっすねー。